リヒテナウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ軍に属する市場長。リヒテナウは、アンスバッハから約10キロメートル東、フレンキシェレッツァと川沿いに位置する。五角形の防御壁が、旧市街中心部を取り囲んでいる。この町は、ニュルンベルク城の防衛前線基地として築かれたもので、その構造は、ニュルンベルク城を強く思い起こさせる。リヒテナウは、 1406年から1806年まで帝国自由都市ニュルンベルクの領土であった。見どころは、防壁沿いの3位一体会、マルクと広場沿い旧市街中心部の市門や修復された民家などがある。インメルドルフ地区の教会この町は、公式には25の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 リヒテナウの議会は主張を含め17議席からなる。基部は赤、銀、青の横島で、その上部は左右にに分割される。向かって、左は金字で、中央の分割線で半分に切られた赤い爪やくちばしを持つ黒い和紙。向かって、右は赤と銀の斜め体で5分割。リヒテナウ要塞の 内側ブランデンブルクアンスバッハ辺境伯の領土の内部に位置するニュルンベルク市の戦略上の前線であったことがリヒテナウに戦いの歴史をもたらした。リヒテナウ要塞は中世の水城に由来する第二次辺境伯戦争の時代1553年にこの城は破壊された。ニュルンベルク市はここに全く新しい防衛施設を建設した。 この建設は1600年頃にまで及んだ。リヒテナウ要塞はルネサンス建築の傑作であるが、軍事施設としてはやがて時代遅れなものとなっていき、工場法による攻撃に対抗できるものではなくなっていった。現在この要塞はバイエルン州によってニュルンベルク州立文書館の文館として利用されている。要塞の中庭と城壁の回廊は日中であれば見学可能である。 毎年7月に郷土愛好会がブルックフェストを開催している。この祭りの期間の2日間、この場態は市民に公開される。1978年からインウェルドルフにバイセロスというミュージックパブが開業し、世界的な注目を集めている。ここでは、全国的にその名を知られたバンド、フィドラースグリーン、マールスマッシュルームス、グルグル、アレックオリエンタルエクスプレスなどが演奏を、 行っている。1994年以降、この店は、毎年、インメルドルフオープンエアと呼ばれる音楽イベントを開催しており、1000人ほどの観客がこのイベントを訪れる。この町最大の企業は、ビール醸造会社のハウフブロイである、リヒテナウバイカースホーフ、ゴルフクラブは1978年に創立され、現在では、全国的に知られたクラブとなっている。 ありがとうございます。